GNOME キーリングはユーザー名やパスワード認証キーを適切なメタデータと共に保存するソフトウェアアプリケーションである。センシティブなデータは暗号化されユーザーのホームディレクトリにファイルの形で保存される。デフォルトのキーリングはログインパスワードを暗号化に用いるためユーザーは別のパスワードを新たに覚える必要がない。2009年 GNOME キーリングは オープンスラリスのデスクトップ環境の一部となった。GNOME キーリングは、ノームキーリングデーモンと名付けられたプロセスを用いるデーモンとして実装されている。アプリケーションは、リベノムキーリングというライブラリを用いることによって、パスワードの保存とリクエストを行うことができる。GNOME キーリングは、GNOME デスクトップ環境の一部である。2006年の時点で、 GNOME キーリングは、ネットワークマネージャーに統合され、WEP パスワードを保存することができた。g n o m e ウェブと e メールクライアントのギリーは、GNOME キーリングをパスワードの保存に用いている。また、GNOME キーリングが存在するシステムでは、ボラで書かれたソフトウェアは、パスワードの保存と取得が可能である。2009年、 ビルに含まれるパッケージに関する統計的報告によると GNOME キーリングに依存するパッケージは KD リブスパッケージに依存しているソフトウェアよりも脆弱性を持つことが少ない GNOME キーリングマネージャーは GNOME キーリングのためのユーザーインターフェースである GNOME2.22 の時点でこのソフトは 過去のものとなり、完全にシーホースに置き換えられた。ありがとうございます。